幾何平均、幾何平均、幾何平均、または相乗平均は数学における平均の一種で数値群の代表値である。多くの人が平均と聞いて思い浮かべる算術平均と似ているが、それぞれの数値を足すのではなくかけ、その席のべき値、数値が N 個なら N のり値を取ることで得られる。二つの数の幾何平均はその席の平方根であり、 例えば2と8ならフォーミュラ1となる。また、3つの、数4と1と1、32の幾何平均はそれらの積の立方値であり、フォーミュラ2となる。幾何平均は、幾何学的に解説することもできる。2つの数、A と B の幾何平均は、辺の長さが A と B の長方形と同じ面積の正方形の一辺の長さを求めることと等価である。同様に、A、 b, c という三つの数の幾何平均を求めることは、それらを辺の長さとする直方体と同じ体積の正六面体の一辺の長さを求めることに他ならない。幾何平均は正の数のみしか扱えない。互いに掛け合わせることが多い値や指数、関数的性質のある値に使うことが多く、例えば人口の成長に関するデータや、 財政投資の利率などに使われる。非課平均は、ピタゴラスの平均と呼ばれる三つの古典的な平均の一つでもある。他は、算術平均と調和平均。異なる値を含む正の数値群の平均を求めたとき、調和平均が常に最も小さく算術平均が最も大きくなり、非課平均はその中間となる。 データ集合フォーミューラ3の帰化平均は次の式で求められる。帰化平均は同じデータ集合の算術平均以下となる、両者が等しくなるのは全数値が同じ値の場合のみである。そこで両者を混合した算術帰化平均が定義されており、常に算術平均と帰化平均の中間の値となる。二つの列とが、と、 のように定義されるとき、幾何平均は、算術調和平均となり、A と H は、X と Y の幾何平均に収束する。これは二つの列が共通の極限に収束するという、事実、ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理と、幾何平均が常に同じという事実から容易にわかる。算術平均と調和平均を、半数で有限な指数の1体の一般化平均に置き換えても、 同じ結果が得られる。対数の性質を使って、式を変形させると、乗算を加算で表すことができ、べき乗を乗算で表せる。これを、ログアベレージ、対数平均、ラガースミックミーンと混同しないこととも呼ぶ。元のデータ群の数値フォーミュラ Q を対数に変換して、算術平均を求め、指数関数を適用して、元の数値の幾下平均を得る。 これはすなわち、f イコールログ x とした一般化平均に他ならない。例えば、2と8の幾何平均は次のように計算できる。ここで、b は対数の底であり、どんな値でも良い。一般に2、e、10のいずれかを使う。それぞれ異なる値の数値群に平均保存的拡散を施したとき、基下平均は常に小さくなる。 何らかの量の平均成長率を求めるのに、気化平均を使う場合、初期値フォーミュラ11と最新の値フォーミュラ12が基値であれば、途中の値を使わずに、最新の成長率の気化平均を次の式で求められる。ここで、フォーミュラ13は、初期値から最新状態までのステップ数である。数値群をフォーミュラ14とし、フォーミュラ15と、 フォーミュラ16の間の成長率をフォーミュラ17とする。すると、成長率の幾何平均は次のようになる。成長率を表す場合、指数関数的成長、成長率が一定の場合でもそうでなくても、算術平均より幾何平均の方が適している。ビジネス分野においてはこれを年平均成長率と呼ぶ。ある期間の成長率の幾何平均は、その期間で、 一定の割合で成長して、同じ成長を達成する場合の成長率である。あるオレンジの木からある年に1 0 0個のオレンジを収穫でき、その後180個、210個、300個と毎年推移したとすると、各年ごとの成長率は順に80%、16.7%、16. 42.9%となる。成長率の算術平均を求める、 80%プラス16.7%プラス42.9%を3で割れると平均成長率は46.5%となる。しかし、初年に100個のオレンジが取れ、その後毎年46.5%ずつ成長したとすると、最終年では314個となり、30にはならない。つまり、成長率を単純に3ず平均すると平均成長率を大きく。 見積もってしまう。その代わりとして、期間平均を使うことができる。成長率80%は1.80倍を意味する。そこで1.80、1.167,1.429の期間平均を取ると、フォーミュラ19となり、平均成長率は44.3%となる。初年を100として、その後、毎年44.3%ずつ成長したと、すると、 最終年には300となる。社会的統計を計算する場合、非課平均を使うことは少なかったが、国際連合の人間開発指数は2010年から非課平均を使って求めるようになった。これは、その統計量の性質をよりよく反映するためとされている。非課平均は、比較されている次元間の代用可能性のレベルを低くし、 同時に出生時平均余命の1%の低下が人間開発指数に教育や収入の1%の低下と同じ影響を与えることを保証する。したがって達成度の比較の基礎としてはこちらの方が単純平均よりも次元を横断した本質的差異をよく表していると言える。非課平均は映画やビデオの妥協的画面アスペクト比の策定に使われてきた。 二つのアスペクト比があるとき、それらの幾何平均を取れば、両者を同程度に歪めるか切り取るかした、妥協的アスペクト比提供する。具体的には、面積が等しくアスペクト比が異なる領域を中心を、揃えて辺が平行になるように重ねると、それらが重なった領域が、両者の幾何平均のアスペクト比と等しくなる。また、両者を全部含む最小の長方形の領域も、 寸譜とはと,というアスペクト比を選ぶにあたって2.35、1、スコープサイズの映画と4、3、従来のテレビの幾何平均をとってフォーミュラ20とし16、9イコール1.77を選択した。これはカーンズ・パワーズが経験的に到達したもので、彼は 主なアスペクト比に合わせて面積の等しい長方形を作って比較した。それらの中心を合わせて重ねると全体を包含する長方形のアスペクト比が1.7、1となることを発見し、同時に全ての長方形が重なっている領域も同じく1.7、1というアスペクト比になることを発見した。パワーズが発見した値はまさしく4、3と2.35。 一の 1>, 1の気化平均であり、16、9に非常に近い。パワーズはその2つ以外のアスペクト比も考慮したが、基下平均に関わっているのは最も極端な形状の2つのみである。この基下平均の技法を16、9と4、3に適用すると、おおよそ14、9のアスペクト比が得られ、同様に妥協案的アスペクト比として使われている。この場合、14、9は、 実は16,9と4,3の算術平均であり、4,3イコール12,9であり、16と12の算術平均は14。正確な気化平均は、フォーミュラ21だが、算術平均も、気化平均も、十分近い値でおおよそ等しいみなせる。信号処理におけるスペクトル平坦性はそのスペクトルの平坦さの度合いを表すもので、 スペクトル密度の幾何平均と三述平均の比で定義されている。直角三角形の斜辺を底辺とした時の高さは直角な角から斜辺に描いた水線で斜辺を分割した時のそれぞれの線分の幾何平均に等しい。楕円においてタム半径は焦点から楕円の周上の点との距離の最大値と最小値の幾何平均である。一方、長半径は 中心点といずれかの焦点との距離と中心点と、純線との距離の幾何平均である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。